江戸時代、江戸と京都を結んだ東海道の江戸から数えて42番目の宿場町であった桑名。本田氏や松平氏など徳川幕府の有力大名の居城であった桑名城を中心とする伊勢の国有数の城下町でもありました。伊勢の国の桑名と尾張の国の宮、現在の名古屋市熱田との間は七里の渡しと呼ばれる東海道唯一の海上交通路で結ばれていました。宮桑名間七里約28キロメートルの海路をおよそ3時間で渡ることができました。ただし潮の満ち引きによるルートの変更や天候によって距離も時間も大きく異なりました。江戸時代、桑名の渡し口、七里の渡し口などと呼ばれた船着き場が現在でも史跡として残されています。史跡に立つ鳥居は伊勢の国一の鳥居。18世紀後半の天明年間に桑名の商人が発起人となり、伊勢神宮がある伊勢の国に最初に上陸するところということで建てられたとされています。渡し船を降りた旅人たちはこの一の鳥居をくぐって伊勢の国に入ったのでした。現在、一の鳥居の向こうに見えている建物は、平成15年に復元された桑名城万竜櫓です。揖斐川に面する桑名城は、四重の堀を有し、多くの櫓が設けられた水城でした。万竜櫓は、隣接する川口櫓とともに、七里の渡し口のシンボルでした。七里の渡し、そして船着き場の一の鳥居と桑名城の櫓は、江戸時代の旅人たちが見た光景であり、旅に思いを馳せた多くの人々がイメージした桑名の風景でした。江戸時代の東海道とその宿場を描いた歌川広重の名作、保永堂版東海道五十三次。版元の名を取って保永堂版と呼ばれるこのシリーズ作品は、季節の風物を織り込み、叙情性豊かな内容と巧みな画面構成で人気を得ました。保永堂版東海道をはじめとする桑名を描いた浮世絵からは、江戸時代の人々が持っていた桑名のイメージを読み取ることができます。保永堂版東海道桑名に描かれているのは、七里の渡し口と呼ばれた七里の渡しの船着き場付近です。帆を下ろし到着間際の二隻の船、沖には帆を上げ尾張の国宮へ出発した船が描かれます。画面右半分に描かれた桑名城の櫓は、川口櫓と現在復元されている万竜櫓にあたると考えられるもので、画面に重厚感を与えています。一方で手前の船に乗客ら人物を描くことで臨場感を与え、旅情も感じさせるものになっています。保永堂版東海道の成功によって、広重は名所風景を題材とする浮世絵風景画の名手として、その地位を確かなものにしました。その後、広重は複数の五十三次のシリーズを制作しています。行書東海道は保永堂版東海道から10年余り後に発表された作品です。大寺の東海道が行書体となっていることから、行書東海道や行書版の名で知られるシリーズ作品です。
行書東海道桑名をご覧ください。保栄堂版と同様に七里の渡し口付近が描かれています。保栄堂版と比べると少し構図が変わっていることに気づきます。画面の右に船着き場と一の鳥居が描かれています。この鳥居が現在も残る伊勢の国一の鳥居にあたります。歌川広重作霊所東海道と五十三次名所図会。霊所東海道は大寺が霊所帯であることにちなんだ名所、一方の五十三次名所図会は縦型用紙を用いていることから縦東海道と称されるシリーズです。どちらも桑名に向かう海上の渡し船を描いています。やはり七里の渡しがテーマとなっています。渡し船が目指す目的地桑名宿を桑名城を描くことで表現している点も共通しています。どちらの作品も戦場の旅人たちの姿が生き生きと描かれています。これら広重の4つの作品を見てみると構図は異なりますが、七里の渡しが共通のテーマになっていることがわかります。そしてそこには桑名城が大小の違いこそあれ必ず描かれています。桑名城が七里の渡し口に隣接していたこと、また河口に面した立地にあった桑名城が七里の渡しを利用した人々にとって桑名宿の目印、ランドマークになっていたことによるものでしょう。広重はこの他の東海道シリーズでも桑名は七里の渡しを題材とし桑名城を描いています。長年にわたって制作し続けた五十三次シリーズの作品を通して桑名といえば七里の渡し、そして桑名城というイメージを人々に提供していたのです。写真やテレビ、インターネットもない時代、人気を博した広重による各種の東海道シリーズを通して人々は桑名のイメージを刷り込まれたのかもしれません。さてもう一度現在の七里の渡し口一の鳥居に戻ってみましょう。河口付近の埋め立てが進み、堤防や橋、道路が整備され保栄堂版などに描かれたような伊勢湾に開かれた渡し場の風景は残っていません。しかし浮世絵が描かれた江戸時代後期七里の渡し口の目の前に絵のような伊勢湾は広がっていなかったかもしれないのです。江戸時代、木曽川、長良川、揖斐川の木曽三川は複雑な流路となっており、河口部分には輪中が点在していました。輪中は次第に拡張され、また神殿の開発、河口付近の土砂の堆積なども生じていました。もともと潮の満ち引きによって七里の渡しの航路は一定ではありませんでしたが、河口付近の地形の変化でさらに航路の変更を余儀なくされていた可能性があったのです。広重が東海道五十三次を描いた頃、七里の渡し口、船着き場の目の前には対岸の輪中の島が点在して見え、右手に伊勢湾を望むといった光景であったと思われます。広重は桑名のランドマークである桑名城を描き入れることで輪中や砂州が広がる方面に視点が向くことを避けました。
たとえ和獣やさすが入るような構図であっても、一面を海原にして伊勢湾を強調したようです。そのように考えたとき、江戸時代の人々だけでなく、当時の地形をあまり知らない現代の私たちにとっても、広重の浮世絵が与えた桑名のイメージは大きいようです。しかし、桑名といえば七里の私と桑名城というイメージを求めたのは庶民だったのかもしれません。江戸時代、浮世絵はあくまで商品であり、消費者の求めるもの、売れるものを作って売るという側面もありました。広重が多くのシリーズで七里の私をテーマとし、桑名城を描き加えたのも、多くの人がそのようなイメージを求めた証といえるかもしれません。東海道唯一の海路であった七里の私、数時間の船旅とはいえ、海上を行く中で七里の私口の目印である桑名城が次第に大きく見えてくることに、当時の旅人たちは心を躍らせたり安心したりと、さまざまな思いを持ったことでしょう。桑名宿の特徴を凝縮したのが、まさに七里の私と私口、そして桑名城だったのです。